倉庫は中華人民共和国安紀省中部の合皮市にある大きな淡水湖。合皮市の包み川区、倉庫市、小江東県、小江西県、六光県にまたがる、超高水系の淡水湖で面積は778平方キロメートルと中国の淡水湖でも5位の大きさ。倉庫という名は先進時代に津国という国が現在の倉庫市付近にあったことにちなみ、 コ国はさらにアリソウしという氏族にその源をたどれるとされる。後に湖の形が過ぎに似ているからとも、イスケンがあるから、倉庫と呼ばれるようになったとも説明されるようになった。古い時代は、地名は、都市名は、と区別されており、また湖の名は、ことも書かれた。他に、倉庫などの別称もあった。倉庫の北一帯は、倉庫平原という、 豊かな田園が広がる平野となっており、合皮市などの大都市もここにある。倉庫の南東には南西から北東方向へ伸びている丘陵地帯があり、長江沿岸の平野との境になっている。乳山島、乳山島の山上の分峰島から見た倉庫すこには合皮市内を流れる川など多くの河川が流れ込んでいる。水の出口は 湖の東端の倉庫市街を流れる広島系側で、丘陵地帯を抜けて東へ向かい、武庫市の対岸で長江に交流している。倉庫には島が浮かび継承地となっている。中でも湖の中心にある乳母山島が倉庫でも最大の島であり、その面積は0.86平方キロメートル、最高点の標高は海抜115メートルである。 倉庫はいくつかの断層帯の交点にある。最も大きなものは中国の東部を南北に走る単路断層帯で山東省の誕生県と甲皮市の路光圏から名付けられている。この断層帯の北部で1976年に東山地震が起こった。湖の周囲には500万人が住み、観外、飲用、漁業、水運などに利用している。白魚、エビ、カニバ、 倉庫の山珍と呼ばれ、周囲は魚米の里として穀物と水産物の恵みを受けてきた。しかし1980年代以後の経済発展により環境破壊が進んだ。不栄養化塗装類の大量発生、ゴミの産卵、水質汚染、上流からの土砂の堆積などが深刻な問題になっている。衛星写真でもわかるように、もで湖が汚染され緑色と化している。 倉庫北岸の乳山東大岸に立つ、中病寺、落井、須州という伝説によれば、倉庫のある場所にはかつて、須州という繁華な大都会があったという。東海の彼方にある竜宮には、竜王が住んでいたが、その息子は賑わう、須州の街が見たくてたまらず人の姿になって、須州へ遊びに行った。竜王の息子は、疲れて、路上で眠り、 巨大な魚の姿に戻ってしまった。翌朝街路の上には大きな魚が転がっており、スシューフの役人はこれをバラバラに解体してしまい、住民みんなで平らげた。悲しんだ竜王は、まだ魚の肉を食べていなかった将という一家の父と、母と娘の夢の中に現れ、その肉から息子を復活させる方法を教えた。将家がその通りにすると3日後に、魚肉は小魚に変わり、 龍に代わって、空へと戻っていった。龍王は、小家の人々の夢に再び現れ、礼を述べると共に息子を一度殺した悪者たち、諸友巣州を地震で滅ぼすと告げ、巣州府の前に立つ獅子の石像の目が赤く変わったら、あなたたちだけでも逃げなさいと伝えた。小一家はその後、毎日巣州府の前に、変わる変わる獅子像を見に行ったが、これを怪しんだ役人は彼らから、 スシュが滅ぶと聞くと大笑いして追い払い、ある日豚の千代獅子像の目に塗って、小一家の反応を見ようとした。小一家は、像の目が赤くなったのを見て慌てふためき、スシュが沈む、スシュが沈む、と人々に告げて回った。たちまち空は柿曇りスシュの町は、大地震と共に陥没して、悪者たちは皆波に飲まれてしまい、スシュは大きな湖に変わってしまった。 小家のおかげで多くの人が助かったが、しかし小家の娘は逃げることができず死んでしまい、悲しんだ小家の母も自ら子に身を投じた。竜王は母とその娘を哀れみ、湖に浮かぶ二つの島としたという、伝説のような大都会ではないが、倉庫の拡大により、湖底に沈んだ集落や都市も実際、湖の北岸の浅い湖底では、 新漢時代以前の都市の遺跡が沈んでいるのが見つかっており、城壁や門や遺物などが確認されている。ありがとうございます。